腕下げんな、笠原。誰が倒れていいっつった？罰として腕立て。このクソ教官、絶対私のこと目の敵にしてるって。あのクソ教官。クソ教官って道場教官のこと？他の女子がへばっても同じ仕打ちしたことないのよ。しかも私がへばったのゴールの後じゃん。何の文句があるって言うのよ。私結構好きだけどな。ちょっとかっこよくない？はあ？どこが？あんなチビ。確かに背は低いけど、でもあんたが身長で男を選んでたら相手いなくなるわよ。ともかくやつは論外よ。性格だって悪いし。お前の俺に対する評価はよーくわかった。チビで性格の悪いクソ教官か。俺も人間だからな。たまたま耳にしたばり雑言が指導に影響しないとは言い切れん。覚悟しとけ。私は褒めてたから関係ないですよね。裏切り者。でも上官の食堂は別でしょ。どうしてこちらへ？あっちはおじさんが多いからね。メニューが精進料理みたいで。行こう柴崎。おい、落としたぞ。書き損じです。捨てといてください。でもこれ田舎のご両親に。出せないから折ったんです。そんなの読まれたら家に連れ戻されちゃう。年号が聖火に変わる頃、メディア良化法が制定された。人権擁護と青少年をメディアの悪影響から守ることを口実に、武装した良化特務機関による表現の自由への弾圧が始まった。一方、メディア良化法の検閲に対抗するため、時を同じくして図書館の自由法が成立した。地方自治体に所属する図書館はこの法を根拠に中央政府と対立し、自己防衛のための防衛組織を持つに至る。両者の抗争は激化の一途をたどり、法の制定から30年を経た現在では完全な武力闘争と化している。で、どうなの彼女？化け物だな。男子も混ぜたハイポートで12位に入りやがった。へえ。高校で陸上やってたらしいが、体力だけなら自衛隊に突っ込んでも問題ないだろうな。お前がそこまで言うならただものじゃないな。例の件決まりじゃない？まだだ。身体能力だけで決まるもんじゃない。笠原、俺と組め。ったく、なんなのよあいつ。また道場教官と揉めたんだって？だってあいつが喧嘩売ってきたのよ。俺に畳を拝ませてみろって。だからっていきなりドロップキックかます？あいつだってかよわき乙女に腕ひしぎ決めてきたんだから。でも腕ひしぎって完全に決められたら3秒持たないって話よ。あんた10秒耐えたんでしょ。礼儀知らずの山猿にも最後の情けば忘れない大人の優しさか。ますます私の好みだわ。山猿って誰？あら、違うとでも？そういやあんたさ、まだ防衛部配属親に言ってないんでしょ？うん、働いてるとこ見に来るって話どうすんの？タスクフォースにでも配属されれば
図書館業務も兼務するからごまかせるかもしれないけど、タスクフォースってあの精鋭のみで編成されるスーパーエリート集団のこと？確かに憧れるけど、新人のあんたには関係ないか。だいたい反対されてんの分かってて、なんで防衛部を志望したわけ？それはその、なんであんたが私の第一志望知ってるのよ！情報網ってのは広げ方にコツがあんのよ。油断も隙もない。で、なんでなのよ？いたたたたたた、腕が痛いから私もう寝る。おやすみ。正義の味方だ。でも図書館が回収するんじゃ。これください。カバーが破れていますね。お取り返しましょう。この本をください。この本がいいんです。この本を守ろうとしたのは君だ。その人がとってもかっこよくて素敵で凛々しくて頼もしくて、どうしました？私も本を守りたいんです。あの人みたいに。その時の情熱が認められたから今私はここにいるんだ。館内の説明はざっとこんなもんだけど、この辺は座学で教わってるはずだよね。それが、その、座学は苦手で。まあいいや、道場には黙っててあげるよ。お気遣い無用です。そんなに道場が嫌い？どっちかっていうと向こうが私のこと嫌いなんだと思いますけど。そんなことないよ。じゃあなんで私だけ？それだけ期待されてるって思えない？無理です。なんで自分だけ厳しくされるかちゃんと考えたことある？道場も君に公平じゃないのは確かだから、ヒントをあげるよ。笠原さん、陸上やってたんだよね。はい。陸上と訓練って似てる？なんだその不景気面は。そのセリフそっくりそのままお返しします。小牧教官、やっぱダメです。要注意利用者でしょうか？可能性はあるな。職質かけてみろ。はい。ちょっと、あんた何やってんの？こんなやつ、道場に比べたら全然遅い！どいてろ。
犯人を拘束もせず何が確保だ。いつまでもスポーツ気分ならやめちまえ。いつまで沈没してんのよ。元気出しなよ。道場教官、確保者の名前あんたで報告書出してたわよ。認めるところは認めてくれたんじゃないの。陸上と訓練って似てる？いつまでもスポーツ気分ならやめちまえ。なんで、なんであんたがここにいるのよ。なんで今来るか、お前は。ここは男女共用です。文句言われる筋合いありません。違う、今そんなことが言いたいんじゃない。柴崎から聞きました。どうして確保者の名前、私にしたんですか？教官の報告書にケチをつけられるほど偉いのか、お前は。そういうこと言ってるんじゃありません。やばい、泣くな。私、私が確保者になる資格ないから。とっとと寝ろ。私辞めませんから。何？私、高校生の時に会った図書隊員の人みたいになりたくてここに来たんです。いつか会えたらあなたを追いかけてここに来ましたって言うんです。だからそれまで辞めません。勝手にしろ。道場に殴られたって。